今まで一度もしたことないんですよ。わ面白い。おかしかったですね。シャフトの真ん中から下の部分はちょっとだけ R 寄りの方がもしかしたらいいのかな。だんだんちょっと硬くなっていく感じですか。はい、まず青木さんが使ってる TRPX、はい、ちょっと見たと思うんですけど、すごい、今回はちょっとしっかりめなんですけど、同じ TRPX のエアーっていうシャフトですね、うん、これはちょっと 50g 台のシャフトなんでちょっと重め、うん、はい、でここが、うん、三菱、これはもう超軽量シャフトですね。 30g ジャストぐらい、グランドバサラっていう、はい、ものすごい軽いシャフト、うん、これも多分初体験だと思います、うん、それとアッタスシャフトって多分聞いたと思うんですけど、そこのメーカーさんから出てるやっぱり 30g 台のマジカルアッタス、うん、マジカルアッタス、はい、まあ、それと、オーガっていう、はい、これでアウガじゃなくてオーガっていうやつ、うん、ここも、同じ UST マミヤ、同じメーカーさんでアッタスの、うん、ものすごい軽量版と、うんうん、オーガ30っていう、うん、はい、やっぱり 30g 台ですね、うん、30g、まあ、ほぼほぼ 30g 台と 40g 台と 50g 台、うんうんうん、おお、はい、とか気になるのあります？超軽量、わかりました、はい、じゃあこの3本からいきましょう、はい、ヘッドは、今回は、カチャカチャがついてるグローレ、それと、これは軸ラブですね、ドゥーカス、おー、あの青木さんのフェアウェイウッド、あー、はい、はいはいはい、ユーティリティで作ったドゥーカス、うんうん、このヘッドでちょっと試打をしてみたいと思います。笑いました。うん、ちょっと左に引っ掛けたような感じです。おお、あれもういいじゃん、なんなら右にプッシュスライスしてる。200ヤード飛んじゃったじゃん。ちょっとこれは数字が甘いかもしれないですけど、でもリュッコちゃん卒業しました。振ってみた感じはどうですか？何も違和感ないです。うん、ちなみにこれはこれもメンズというかユニセックスシャフトなんで、はい、あ、はい、ユニセックス。めっちゃいい。おお、だって。おお、あくまであの、うん、まあ、この計測のデータですけど、うん、はい、ただヘッドスピードで言うと、うん、まだまだ伸びしろありますし、お、はい、35、クラブ重いとかっていうのを感じたりとかってありました？いや別に。もしかしたらグリップをそれほど軽量にしなくても、うん、あのまあ、重さのバランスですよね、うんうんうん、まずシャフトが軽くなれば確実にヘッドスピード上げられますし、あ、なるほど、まあ、ここで見てるのは、まあ、ここは計算値の部分があるので、はい、まあ、実際のコースでも確認していただかなきゃいけないんですけど、うんうんうん、まあ、一番弾道計測器でチェックしてる、まあ、フィッティングですよね、うんうん、見てるのってやっぱり打ち出し角とスピン量、うんうん、はいはいはい、あとはボール初速ですね、うんうんうん、ここら辺はまだまだ伸びしろがあると思うんですけど、うんうん、ただ内容的に、うん、打ち出し角、うん、石井さんのヘッドスピード飛距離でいうと、まあ、大体15前後ぐらいがいいと思いますし、ランが出て飛ぶかどうかってやっぱりこのバックスピンなんですね、うん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 、で、ある程度高くもともと打ち出せる方だと思うので、うん、まあ、あんまりこの数字を大きくしなくてもいいと思います、うん、問題は綺麗にボールを打った後にどれだけ転がるかっていうところですね、うん、それと、このバックスピンが少ないと、うん、距離のイメージを持ってる方多いんですけど、うん、やっぱりこの数字が少なくなればなるほど、うん、ミスした時に曲がる確率っていうのは少なくなります、はいはいはい、なので、やっぱりバックスピン量は少なきゃ少ないほど、うん、いいと思った方がいいですね、はい、うん、ちょっとこのヘッドでシャフトを変えてみましょう、はい、同じシャフト、はい、30g、 振り心地が変わるかどうかですね。多分さっきより硬く感じてるんじゃないかと思うんですけど、うん、ちょっとだけちょっとだけちょっとだけ頑張って振りたくなるシャフトかも。バックスピンも減ってる、うん、お、本当だ、さっきよりいい距離伸びてんじゃん、うん、さっきボールスピードも上がった。確かに。でも重さはあんまり変わんないですよね。変わんないです。ちょっと振ったダフったと思ったけど、うん、ダフった分ちょっとスピン量が低くなるんですけど、はいはいはい、ただやっぱりヘッドは出てますね。本当だ、うん、
ただちょっとばらつきを見てると、うん、違和感なく触れてるのはさっきの方がちょっと触れてたような気がします。もう一種類いってみましょうか、はい、マジカルアットス。おお、これが一番違う感じやすいですかね。なんか柔らかい。これはあんまり好きじゃないです、ね。うんこのシャフトがどちらかというと、うん手元の硬さから緩やかに先に向かって柔らかくなっていく。先ほどの石井さんの好みからでいうと先がちょっとしっかりしてるシャフトが好きなんですけど、うんうんうん、これだとちょっとタイミングが取りづらいというか、うん、あそれすごい分かった。振り上げた感じのしっかり感と、うんうん、振ってる感じの頼りなさのこのバランスっていうんですか、ね、が全然あの一番最初のグランドバサラと逆とまでは言わないんですけど、うん多分一番最初のが一番そうです、ね、違和感がちょっと全体的には柔らかかったと思うんですけど、うんうんうん、結構触れちゃったんじゃないかな、うん、確かに全然違う。なんか柔らかいなってすごい感じたんですよね。こういうタイプは合わないんだ。合わないです。面白い。で意外とこれってあの、うん、ヘッドスピードがまあ40以下の人向けに、うん、この2本は多いシャフトですね、はい、割とありがちな、合う人合わない人がいるっちゃう。そうですね。あ、青木モデルが来た。まんまの、まんまの軽量バージョン。いわゆるレアスが来た。はい、これ 40g。 え、完全青木モデル。冬バージョンですね。冬、あ、そうだそうだ。お、なんか気持ちよく、いい感じな。お、なんか優しい。おー、あ、ここはいいですね、うん、いい、はい、本当だ。距離は違うけど、なんかいいな、うんうん、クラブの振り心地はすごくいい感じがします。いいです、いいです。ライナーなマシンも食ってましたし、多分当てやすいっていう感覚がすごくあったと思います、うんうんうん、ただすごく飛ぶかというと、うん、もうちょっと、うん、石井さんの場合はグリップの近いところのしなやかさがあって、うんうん、もうちょっとこう間を取らせてくれるシャフトの方がいいかなと、うん、はなのでやっぱりさっきの、ギアーズのデータもそうですけど、同じスピードだから同じクラブが合うかというと、うん、やっぱりそうでもないと、うんうんうん、最後 50g です。急激に重くなりますから、そうですね、スピードはもしかしたらちょっと下がるかもわかんないですけど、うんうん、ああ。ちゃんと当たってる。これもないっしょ。うん、まあ、20g ぐらい、重量が変わりましたんで、はい、まあ、ちょっと右にいきなり一発目右行ったかもわかりませんけど、はい、ただシャフト重量が重くなっても、うん、クラブを振ってるスピードってそんなに変わってないんですね。本当だ、はい、本当だ。で、今回打った中では一番そのシャフトもしっかりしてたと思いますんで、うん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 、それがそのまま同じヘッドを使っても、うん、ボールが低く出るとか、うん、シャフトのしなりが特に先の部分のシャフトのしなりが減ったので、うん、いわゆる左のミスがすごく出にくい状態になってますね、うん、なのでラウンドの時は、うん、ちょっと左に巻く傾向があると思ってる場合は、うんうん、逆にフィッティングでまっすぐに行くのが必ずしもいいわけじゃないので、はいはいはい、ちょっと右目に行くようなクラブにセッティングしておくと、コースに行った時にそのフックのミスとか引っ掛けのミスっていうのが出づらくなるので、うん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 、ここでやるフィッティングはそのまっすぐ飛んだから良かったよねっていうことにはあまりこだわってなくて、うんはい、特にラウンドをたくさんされる方なので、うんはい、コースで出る、ミスを防いで、うんうんうん、あとはどれだけ距離を上げるか、うんうんうん、特に石井さんの場合はその曲がりの不安さえなければ、うんうん、あとはその、そうですね、自分でしっかり振って距離を出すってことは多分できる方だと思うので、うんはい、これも意外とありといえばありですね。なので、結論としては、うん、硬さはやっぱりある程度しっかりしてた方が、うん、同じヘッドを使っても左のミスはやっぱり出にくいですし、うんうんうん、ヘッドスピード特にボールスピードに、うん関連する飛距離の面でいうと、うん、やっぱりちょっとしなやかで軽い方がいいというところで、はい最終はグランドバサラか、はいはいオーガ30か、はいはい、多分この辺になるんじゃないかな。ただ両方とも硬さを、特にグランドバサラの場合は硬さもありますので、うんはい、もしかしたらもうちょっと硬さはあった方がいいのかもしれないと。
初めて今は見えましたね。初めてのフィット。納得感ありますか？いや、納得です。フィッターに騙されてないですか？はい、いや、あの私の場合はこのヘッド顔が柔らかいのが合わないっていうのは今日知れたんで、なるほどと思って。もしかしたらドライバー以外でも、例えばエアレルトとかヘッドは気に入ってるんだけどうまく当たらないクラブ、シャフトをちょっとそういう傾向に変えるだけでも、あのスイングは全く変えずに、あのナイスショットの確率は増えて、ドライバーでもヘアレルトの方がミス多いんで。ああ、そうですか、はい。じゃあ今度は石井さんにフェアウェイと作んなきゃいけない。基本的にはドライバーともう他のアイアンウェッジパターンも全部同じなんで、うん、はい、よくまあフィッティングというと皆さんこう、90切ってからとか上手くなってからじゃないと受けちゃいけないって思ってる方が多いんですけど、逆に今困ってるからこそ、クラブで解決できるところはして、はい、クラブが変わると実はスイングって結構変わるので。なるほどね。タイミング その取り方が多分シャフトで変わるんじゃないかな。そう、ああ気づく。ああ気づいた。気づきました。はい、まあ、多分時間を稼ぐトップのその間と、しっかりインサイドからこう切り返す、タイミングを取らせてあげるっていう点でやっぱりグリップ下のちょっと手元部分がしなやかな方が、自分でそのやりやすくなる。なるほど、まあ、その両方の要素をちょっとまたここには、シダシャフトは今回これだけしかなかったんですけど、膨大な何千本っていうそのシャフトデータがあるので、その中から、これ以外にももうちょっとデータ的に合うものが実際に見つかるようでしたら、またフェアウェイウッドとしてクラブにお渡ししたいと思います。ありがとうございます。これ上手くならないと。PCM ラボで検索したらお問い合わせフォームがあるんで連絡いただけ、もうリンゴルフケアで10人20人来たんですか？30人だろう、結構来てますですよね。これ一回もとフィッティングしたことない方は絶対一度したらいいと思います。なんか自分のなんかそのなんかそのボールの初速とか、あとその打ち出し角とかヘッドスピードとかも全部わかる。あとこの自分のその軌道も全部わかるんで、なんかまあクラブ変えたいなとかそういうのなしにもう一回来たらすごく面白いです。自分のことがわかると、自分のことがわかる。まあ、ここはまあお店じゃないので、まあ、クラブを買ってもらうというよりは、まあ、自分で、気が付いてない自分の癖というか傾向、そうですね、まあ、それをちょっと発見していただいて、で皆さんあのゴルファーの方真面目なんで、あの自分が下手なせいって思ってる方が多いんですけど、実はクラブが合ってないクラブとか相性、ちょっとこう好みと相性ってまたずれたところにあったりするので、そういったものをちょっと発見していただいて、もちろん大手メーカーのクラブで会う方もいらっしゃいますので、ここには全部そのデータもありますから、まあ、今現在の弱小店もやっぱり合ってるっていうのを一つ証明できましたし、その上でシャフトを変えたりとか重量を変えたらもしかしたらもっと変わるかもしれないというところがありますので、ちょっと弱小のデータも改めてシャフトデータもヘッドデータも全部こちらあるんで調べて、じゃあどの辺にこうマウント作ろうかなとか、ドライバーのどういう風にして飛ぶのかなとかっていうのをちょっとデータをまた後で見てみたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。